ライトの組織としての運営このまま続けば、この数年でプレミア屈指の競合になり得るの。ねえ、なってほしいよね。で、あれなんだよね。もともとギャンブルで、プロのポーカーの人がさ、そのトニー・ブルームって人なんだけど、ブライトンのオーナーなんだけど、その人が、そこで貯めたお金で弱小チーム買ったのかなと勝手に思ってたら、めちゃくちゃ長年のブライトンファンなんでしょ？シーガルズなんでしょ？だからそのクラブ愛があるんだよね。そう、だから、超頭いいサポーターがクラブのオーナーになったみたいなことなんですよ。より一層好きなんだよ、こういうの聞くと。そう、だから、まあ、ねえ、ブライトンっていう組織が変わんなかったら、三笘がいなくなっても多分僕見るだろうなって思いますね。今度どうしてくんだろうみたいな。そう、デゼルビも多分引き抜かれるっていうかね、このまま名前挙げたら、ユーベとか持ってきそうっすよね。だむしろ、ブライトンがいい監督をして、デゼルビは知ってたけど、ポッターは知らなかったから、そんな感じで、ブライトンの監督になるっていうのは、いい監督として認められたみたいな、一個のスタンプを押される感じに、今後の時代はなってきそうだなって思いますよね。トニーブルームね、ブライトンのオーナーで、もうポッターが引き抜かれるの分かってたから、監督に違約金かけて、それで移籍金稼いでみたいな、でデゼルビーリストアップしといてみたいな、でもうデゼルビー抜かれた時とか三笘抜かれた時に備えてもリストアップもしてんだろうなみたいな、そういう優秀なスタッフ揃えてるんだろうなみたいな感じですよね。でベルギーのね、サンチロワーズ買ってみたいな、本当にだから本当戦略的にチーム強くしてんなみたいな感じですよね。俺個人的に好きな話で言うとあれなんですよね、いろんなデータを使ってやってるけど、その中で、ゴール数よりもチャンスメックスにこだわるみたいな。だからパスカル・グロスとかそういうことですよね。アシスト数よりも、アシスト期待値のところで評価してるってことでしょ。そういうの一個で、選手がボール持った時の観客の声のデシベル数を測ってるっていう。そうすると期待値の高い選手だから。だから三笘とかそういうことですよね。トニー・ブルーム、ブライトンのオーナーの場合は、ポッター呼んでデゼルビ呼んできてる監督だから、もしデゼルビが本当ユベントス行っちゃったりとか、なんかそういう噂があるようなクラブを変えちゃっても、次の監督も楽しみだしね。あ、いいの連れてきたみたいなね。あ、スポルティングの監督いいね、アモリムね。今いいの、アモリムと、あと誰だ？監督いいなって思う。あ、シャビアロンソか。アモリム、シャビアロンソ、バーンリー、コンパニー。コンパニーとか来たら最高だな。コンパニー多分デゼルビよりいいですからね。ロマンに振りすぎないっていう。ブレントフォードもあれなんでしょ、トニー・ブルームの元でやった人がオーナーなんですよ。あ、そうそうそう、うん。すごいですよ。だからやっぱそういうね、リズメ金持ちたちがね。裁判の藤田さんもそうなんですけど、うん、まあそのブライトンもブレントフォードもプロポーカーがオーナーじゃないですか。うん、だからプロまで行ったギャンブラーの経営者って天才なんじゃねえかなっていう説。藤田さんね、麻雀ね。そう、麻雀めちゃめちゃお強いって話。なんかその、理屈は理屈であるんだけど、うん、とはいえそのプレイしてるのは人だから、うん、その条理と論理のバランス感覚が天才だなと思ってて、ね、なんかずっと富安で前半戦やってて、いやもうこっからは三笘だろっつってガーってその無料の応援券切り替えた、あの判断がそれ藤田さんがやったかどうか知らないですけど、うん、あの辺のタイミングも確かにそうだね、うん、だって三笘の方がさ絶対スタメンで出るし、うん、言ってもアーサルって一番多いわけじゃないですか、ね、日本でファン。まあね、ブレントフォードもブライトンも全然給与高くないけど、うん、あれだけいい選手たちが。いや、そうね、できるビジネスマンはね、うん、先読みがすごいよ、ペレスとかもそうだけど。うん。この辺、こう、理屈プラス人の、こう、人はこういう動きするだろうみたいなの含めての予測能力めっちゃ高えな、うん、と思って。ここは、いや、だからね、今後、今日ね、知り合いの人に、サイバーの、アベマの、この、人材の育て方みたいな感じで、なんかこう新人賞みたいなのを与えるけど、それが部署ごとの、競争だから、その部署に入った新人をみんなで育てて、部署を評価してもらおうと思って頑張るみたいな。うん、2年目からすごい戦力になって、3年目ではもう独立できるぐらいになるみたいな。うん、そういうふうに、いい新人が出たらっていうサイコロ的なところじゃなくて、いい新人が来て、それをチームで育てたらチームに利益があるっていう組織にしてるのがすごいみたいな。うん、こうやっぱそのレベルの人たちが、ゼルビア本気でやってったら、こう日本ね、今強いけど、うん、やっぱ強くなってくんだろうな、みたいな。やっぱその、いわゆるメガベンチャーみたいなところのやっぱ組織論みたいなめっちゃおもろいですよ。急速に成長してるのは、うん、まあもちろんいろんな理由なんですけど、やっぱ組織的な部分の工夫大きいんだろうな。うん、それこそ僕、まあ、もともとリクルートでしたけど、やっぱリクルートも面白い会社だなって結構常々。あ、なんかそんなあんの？ブランディングがうまいですね、めちゃくちゃ。卒業するカルチャーとか、うん、卒業、退職を褒める文化とか、うん、めちゃめちゃ人入れ替え続ける文化が強いんですよ。うん、めちゃめちゃ入っては出ていき、入っては出ていきという流動性が激しい組織なんですけど、はいはい、でもそれって、よく言うと、給与が高い人がいないんですよ。
おじさんがいない会社なんで、ずっと、うんね、いても少数で、かつそのまあ長くいないし福利厚生とかいいよねみたいな感じで、ちょっとそこがめっちゃ実は少なかったりとか、はいはいはい、まあ、あとはそのうちは武器を持った人たちを優遇しますみたいな、イケてる人を求めてますみたいなブランディングなんですけど、実はそれはなんですか、ね、言い方が難しいですけど、なんか絶対要はその外資系金融とか五大商社とかスーパー人材を取ろうとすると高くなりすぎるから、一、うんうん、個だけ武器持ってる人って、うんをめっちゃ褒めて、うん、めっちゃイケてる人材です感出して、はいはい、安く雇うんですよ、はい、雇ってで、マネージャーがそいつらをサッカーじゃないですけど、うまーく組み合わせてチームに仕立て上げて、実はずーっと低コストでめっちゃ頑張る若い子たち、いろいろ本読んだり自分が社員だった感覚として、うん、多分そういう構造になってて、最近そういう話がすごい楽しいんだよ、うん、聞いててこう昔そのサッカー勉強してた感じで、うん、今度は強いチーム、サッカーチーム作るために組織を勉強しなきゃいけないから、ビジネスをデゼルビ公認にスポルティングのアモリもやっぱいいの呼んでくるな。ブライトンでしょ、なんでそんなに分かってるかね、分かってすぎじゃない。いやほんと補強賢すぎるよね、なんかそこがいいみたいな言ってほしいけどね。森田ブライトンか、でもプレミアでねそのホールディングミッドフィルダーできんのかっていうね、森田自身も上がるタイプ、今どっちやってんだろうね。オーナーの会社がデータ集積会社だから、でもね今データ使ってないクラブなんてないじゃん、最後は人のところなんだよ。だってシュート本数何本とか、だって日本だってデータあんだけ集められるのに技術委員長がポゼッション勝ってるからなって言ってる、その感じの使い方する人ガンガンいるわけよ。ってなるとデータ以上のもの絶対ね、すげえ人いたりとか、なんかそこあるんだよ。ブライトンおかしいもん、こんなにちゃんといい人、いい監督とかさ、選手もあれ売却益とかでさ、もう世界一利益出してるクラブでしょ、だってブライトンって。一応バルサが1位なんだけど、バルサは放映権売った上でのそれだから、実質ブライトン独走状態みたいな。そうだからデータをサイエンティストはみん優秀だと思うんだけど、それを取り扱う人がすごい優秀だと思いますね。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。